村探偵事務所の北村です。浮気調査のご依頼を受けまして、この1週間旦那様の身辺調査をさせていただきました。奥様落ち着いてください。すぐにですね調査結果報告させていただきますので、はい。最近旦那様のご帰宅が遅いということを心配されていましたけれども、仕事が立て込んでいるという旦那様の話は本当です。シャンをかけたプロジェクトのリーダーを任されている上に、有能な部下が2人ほど転職してしまいまして、旦那様には相当な負担がかかっているようです。はい。事実この1週間旦那様が会社を出られるのはいつも22時を過ぎてからでした。はい。そうですよね。それにしても帰宅時間が遅すぎるということですよね。というのもですね、その旦那様、ちょこちょことその寄り道をされていたんですね。これからご報告します。まずは月曜日なんですけれども、22時に会社を出られた旦那様はですね、駅前の居酒屋に入られました。これがですね、その時の写真です。はい。旦那様は生ビールを10杯、日本酒を午後飲まれた後に帰宅されています。はい。そして水曜日、この日は車だったんですけれども、突然帰宅ルートを外れて首都高に乗られました。そして時速180キロで首都高を3周された後に帰宅されました。最後に金曜日なんですけれども、会社を出た旦那様は多摩川に行かれました。そして河原で体育座りをして3時間ほどぼーっとした後に帰宅されました。はい。というわけで結論を申し上げますと、旦那様に女性の影はございません。ただパンク寸前です。はい、奥様、お仕事ください。そんなわけないとおっしゃられましても、調査結果、しっかりと調査した結果です。奥様、ご質問で、一回座られて、奥様ね。そんなわけないというのは、その浮気、それともそのパンク、浮気の方ですか。なるほど。その、先ほども言いましたけれども、その、旦那様に女性の影は全くございません。浮気をしている可能性はゼロだと断言できます。ただパンク寸前です。断言できます。一探偵が、浮気調査を依頼されただけの探偵が言えることではないのかもしれないですけれども、アロマを焚いてください。浮気を疑う前にアロマを焚いてください。ね、温かいご飯、温かいお風呂、そしてセラピーを進めてください。ね、奥様、聞いてらっしゃいますか。ね、いやいや、確かに私が言うようなことではないのかもしれないですけれども、その同じ働く男性としてちょっともう見てられないと言いますか。ね、ていうか、なんでそんなに浮気を疑われてるんですか。はい、はい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 、なるほどなるほど、はい、わかりました。なるほど、そういうことですか。さっきも言いましたけれども、その旦那様の帰りが遅いと、これはね、パンク寸前だからです。ね、で、最近、なんだかよそよそしいなっていうふうにおっしゃられましたよね。これは、パンク寸前だからです。で、最近ご飯を作っても、なかなか手をつけてくれないとおっしゃられましたよね。これがですね、パンク寸前だからです。ね、パンク寸前なんですよ。わかりますか？最近無言電話かかってくる。ね、これですね、旦那様がいろいろな公衆便所の壁に自分の家の電話番号を落書きしてるんですよ。なんでそんなことするのとおっしゃいました。パンクするんだ。ね、奥様聞いてます。わかりました。じゃあもうそこまで疑われるんだったら本当のこと言います。月曜日、旦那様居酒屋には行かれましたけど、お酒は飲んでないんですよ。アイスを1個注文されて、ニヤニヤしながら、それが溶けるまでじーっと眺めてたんですよ。で、アイスが溶けきったところで、
俺の勝ちだと。震えが止まりません。水曜日、時速180キロで首都高を3周したのは本当です。でもその後帰宅されたわけじゃなくて、路肩に車を止めて、ボンネットを開けて、熱々のエンジンでバーベキューを始めたんです。震えが止まりませんよ。最後に金曜日、多摩川に行かれて体育座りをしてたわけではありません。河原の石を拾ってきて、それをごぼう星の形に並べて、その中心に立って空に手をかざしてアメリカの国歌を歌ってたんですよ。さすがに何をしてるんですかって私聞いちゃいました。そしたら、この世界の破壊と再生だと。わかりますか。つまりですよ、旦那様は浮気をしてたわけでもなければ、パンク寸前でもない、パンクしてるんですよ。もはやもうパンクしてるんですよ、ね、だから今すぐ田舎に引っ越してスローライフを送ってください。わ、ね、かってくれましたか。あ、もう引っ越します。あ、そうですか。あの、あ、ちょっと待ってください。もしもし、あ、旦那様ですか。あの、はい、そうですね、浮気の件は、約束通りうまいことごまかせたんですけれども、ただ、田舎に引っ越すことになりました。